言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。サムネでね、今週のリリースって書きましたが、日曜日なんですね。今週を日曜日から数える人、月曜日から数える人で分かれるかもしれませんが、まあ日曜日からっていうことでよろしくお願いします。はい、マーゼルのビビットの MV の話をね、1個前の動画でしてると思うんですが、そもそも MV の前に音源が出るのは当たり前の話で、その話を概要欄では書いたけれども、その時に気づいていなかったものですから、動画には反映されていなかったもんで、なんでそれについての話と、ティザーも上がってまして、それについての話もしますね。まあビビットですよ、5月の8日にダウンロードリリースが、まあ先行配信という形でできるということです。8日ですね。ちなみに今日はあれですね、ミーグリ、オンラインミーティングかな、マーゼルのメンバーとの。さっきツイッターで見たら、YouTuber のカンジさんね、生徒くんと話すので、なんか行くみたいですね。そう、すげえなと思って、うん、っていうことだったんですけども、あとはあれだな、結構その禁止事項みたいなのがあって拡散してくれって書いてあったので、ミーグリの話先に行きます。それ別の方が言ってたんですけども、ミーグリのイベントのネタバレになる情報の公開、本イベントに関わる画像写真などの公開、その他当選者しか知り得ない情報を他者へ伝えることっていう形ですね。でこれが画像写真とかの公開というのをやっちゃいけないっていうのは分かる人も多いと思いますけど、ネタバレになる情報の公開っていうのが、ご遠慮いただきますようにっていう形になってます。これも難しいところでね、人によってなんかネタバレだと思っておらず悪意がなくやっちゃったみたいなこともね、あったりするもんでね、それがまたいろんなことになっちゃうのは嫌だなって思ったりするんで、とにかくそういうことがあるのでお気をつけくださいということですね。あとはそれぞれ禁止事項で、飲酒酒気帯びでのイベント参加とかはダメっていうね、そりゃそうだろうっていう、そりゃそうだろうってあるけどね、でもなんかね、やる人、ゼロではないのかもしれない。むしろ緊張するからお酒飲んでちょっと気分紛らわそうみたいな人いなくはないかもね。あとアーティストに対しての〇〇をしてほしい、言ってほしいなどのご要望にお答えできないこともございますので、ご了承くださいか。ハートとかだったらね、いいのかもしれないけど、どうなんだろう。まあその辺も含めて、無理難題は絶対にダメよっていうことよね。ってことです。まあそれ含め楽しんでください。はい、ということなんですけど、で多分サムネイルの画像に貼りましたが、直哉くんがやべえんすよ。直哉くんがね、ティザーの直哉くんがやべえんだわ。もともとこのビビットの楽曲が、なんていうんですかね、特にティザー2の方で出てますが、こう階段をこう駆け上ったりとか、なんでしょうね、名探偵コナンとかシャーロック・ホームズとか、少しばかりこう謎解き的な要素やミステリーサスペンスの要素がありそうな感じがするような気がするところで、そこのところで直哉くんが最後にちょっとニヤってやったところとか、どうなんですかね、探偵の方でもいけるし、怪盗の方でもいけそうですよね。シャーロック・ホームズでもいければ、ルパン、アルセーヌ・ルパンでもいけるし、怪人二重面相でもいければ、明智小五郎でもいけるぞということでね、最近の探偵もの、ミステリーものの流行ってるものがあったらそれでもいいんですけど、残念ながら私は分かりません。シャーロック・ホームズも大して分かんないんだが、でもなんかマーゼルのイメージでファナシーとかもそうだけど、ちょっとそういう大人なイメージとかサスペンスものとか、そういうドラマ仕立てなものとかっての似合いそうですねってちょっと思った。だって演技のね、勉強っていうか、そういうのもミッションミッションの中でやってんのあったしね、もともとのね子役の隼人君もいるし、あとその花とかそういった部分での演技力っていう部分も含めての直哉くんもそうだし、あと蘭くんはね、舞台主演を経験してますからね、もういろんなことができると思うな。っていうことで、はい、まあティザーの直哉くん含め非常に良いし、マーゼルもう魅力的だし強力だなと、強いぞと、マーゼル強えぞと思ってるとこなんですが、ただサムネイルにもある通りなんですが、今週の話ですよ。今週やばいんですね。まあツイッターでたまたま見たんですけども、あ、マジなんだ、マジかって思って、なんかチェックをちゃんとしていなかった自分もあれでしたが、ただ
4月29日30日からね、あの BE:FIRST のスマイルアゲインをがっつりね強火で押していたところもあり、それからフェス参加したところのところもありでね、もろもろあったもんですから、まあでもお祭りですわね。でフェスとかではなく、このお祭りはねみんな参加できますんで、うん、あの要するにリリースパーティーみたいな感じでね、サブスクで聞くっていうのもありだし、 MV で見るっていうのもありだしね。そう、まあサブスクもね言うて Spotify は無料仕様のやつとかもあるけどね、うん、MV だったらネットつながれば見れるしね、まあそういう形のところも含めて皆さん利用していただければと思ってますけどね。はい。でまああれですよ、5月7日、まあ今日ですけど、まずね Nteam さんが、あのはい、 Nteam さんっていう言い方はやめとこうか。 Nteam、うん、K 君もいるしね。まあ私がもともとねボーイズグループに興味を持ち始めるきっかけになったのはもう完全にあの K 君ですからね。まあ、Nteam ではなくて、その Enhypen をデビューするためのオーディション番組、アイランド。まあ、非常に厳しいオーディション番組でね、なかなかのもんだったんですけどもね、うん、メンタルくじけましたからね、見てるだけで、うん、やばかったっすよ。で、まあ、それはそれで、まあ、とにかくNteam がリリースするっていうのがまずあるっすね。これが、5月の7日、つまり今日なんですけども、あの、ブラインドラブですね。あのドクターチョコレート、ドラマ出てんだなね、ドラマ出てんっすね、エンティームっていうことで、あの少年なりの愛とは何かを表現したエンティーム初のバラードナンバー、あ、相馬源田さん、あの相馬さんがあの作ってるようです。あのオーディションでねボーカルの方を主にトレーニングしてくれた方ね、うん、ブラインドラブですね。ちょっとどんな感じなんでしょう。これが5月7日にデジタルリリースってのがあって、あ、いろいろ、あの、いろいろね、こう、特典とかもね、ついてます。ニュースがあるんで、それ載せておきますね。で、もちろん、それがあって、で、もちろん、あの、ビビットですよ。マーゼルのデビュー曲、ビビット。まあ、これが、CD デビューは17日だけど、まあ、先行配信の方、ダウンロード配信の方ね、まあ、あの、ストリーミングもあると思いますけど、まあこちらが5月8日に先行配信という形ですね。うん。で、まあこれがあるんですけど、さらに私の推しグルもう一つありますが、というかもう二つあるけどね、XY もありますけど、竜宮城が、まあイベントが大成功で終わったみたいで、行きたかったなって思うんだけど、それについてはもう一個あるんだけど、今回竜宮城の話じゃないんで。オリコンニュースで出てますね。アブちゃん P、0年0組初、竜宮城、5月10日、ミスターフォーチュンでデビュー、9月に東半ワンマン決定ってのがあります。あ、ですね。まあ、これもそうなんだけど。まあ、ミスターフォーチュン、0年0組アブちゃんの教室のオーディション番組を見ていた方、見ていなかった方いらっしゃると思うんですが、まあ、スターダストとソニーと女王蜂のアブちゃんが、がっつりタッグを組んで、やったオーディション番組。で、スカイハイも確か13話にゲストで出まして、アブちゃんと対談をしました。まあアブちゃんとしても、これはねアブちゃんが本当にあの番組の中で言ってるんで、私はスカイハイさんのライバルになりたいっていうね、そういう形、うん、これはだから BMSG スカイハイが言ってきた、まあ BE:FIRST をはじめとしていろんなグループがあの本当にどんどん出てきて、それが一緒にやっていく感じにしないと日本はあのやはり発展していかないと、ボーイズグループの話ね、そういった時代が何年か経ってねようやく来たっていうところが本当にあるわけで、それは非常に嬉しい話で、そのスカイハイさんをライバルになりたいって言ってるね、女王蜂アブちゃんがいると。いやアブちゃんもねぶっちゃけもう相当すごい才能を持ったアーティストなもんだからね、うん、その方にそう言っていただけるってのはありがてえなと。あとまあスカイハイとアブちゃんに関して、去年の2022年のフェスで、本当にそのアブちゃんとスカイハイが合ってる、その、画像が上がってて、アブちゃんが女王蜂がいたところにスカイハイが来て写真撮ろうか、みたいな感じだったみたいで、うん、そういうことだったみたいっすよ。うん。まあでも、実質そうやってフェスとかで話はするけど、そんなにがっつり語ったことってのは、イメージ的にはなさそうな感じはするっすね。なんとなくですけど。うん。っていうことで。まあ、まあ、そこの部分も含めて、まあ、あの、あれですよ。ミスターフォーチュン。これ、あの、オーディションの中で、アブちゃんが作った、竜宮城の、このための楽曲で、これをね、5月10日、うん、ですよ。で、
ボーイズグループじゃないんですが、アドさんね、アドさん、うっせーわでおなじみの、まあ別にもううっせーわが代表曲っていう感じもすでに言わなくてもいいぐらいのいろんなものを出してるけどね、今新時代かな、紅白でもね、アドさんというか、まああれはあの歌だったけどもね、ワンピースの中の、まあなんていうか、BE:FIRSTとも共演をしていただきましたしね、っていうことで、アドさんが、アドちゃんが、9日に出します。ね、すごいっすよね。なかなかのもんだなと思ってる。で、アドさんのやつは、これは目覚ましテレビのテーマ曲でもあり、茨っていう楽曲で、あの楽曲提供はバウンディですね。バウンディですよ。スカイハイと BE:FIRSTが、違う、BE:FIRSTBE:FIRSTが出た、あの、茨ロックで鳥のところ、あの、グランファンファースが腰痛が心配になりというか、ちょっと腰の方が張ってきたので、ちょっとケアするために家に帰らなきゃいけなかったんで、バウンディ見れなかったんですけど、配信で見るか、配信で見よう、配信で見ようと言いつつ時間が取れればになっちゃうけどねっていう形で、まあとにかくそのバウンディが提供した楽曲ですよっていうことになります。まあこの通りなかなかのもんなんですね。でミューズの皆様にもこれをお伝えしておきたいなと思いまして、まあ、ここから先はあのいろんな考え方があると思うのと、それから強制をするつもりは私は全くないので、グランファンファースの、まあ、ちょっとプチ強火気味で動きを再現するようになったグランファンファースのですね、個人的な気持ちという形で述べさせていただきますので、まあ参考程度に弾いていただいたりスルーしていただく形でも大丈夫です。はい、まあ、一応ね、あの事実としてあのお話をしようかなと思います。事実というか、まあ感想としてね、っていう感じでね、まあそうだな、今の話はい、まあマーゼルもね、やはりこういろいろこう BE:FIRSTに続いて記録を出していきたいと。でやっぱりこの世界って数字がね、まあ何かしらの形で1位を取ったりとか、ロングヒットだったりとか、そういった形って絶対に重要で、どうしてもそうしないとテレビとかラジオとかタイアップとか CM とかもろもろのものにつながっていかないと。で楽しんでいればいいじゃないかという感じのことも、私もそういう部分であるし、基本的には楽しみを優先にしているところもありますが、やはりね、楽しむ より楽しむためには、あの1位とか何かしらで取ってですね、それでタイアップとかっていう形になっていけるといいし、まあそうじゃなかったとしても何かしらのこう結果やそういったものを残したいという形になると。だからやっぱりビビッドね、あのミッションもそうだけど、ビビッド、マーゼルのデビュー曲はがっつりと盛り上げていきたいなというか、盛り上がっていってくれればいいなと思ってます。まあ先ほど冒頭でも言った通り、マーゼルのみんなのポテンシャルも実力も花も全てもう十分すぎるぐらいの実力を持っています。それは間違いがない。ただ同じように実力を持っている、花も持っているグループっていうのはたくさんいるんですよね。これがその BE:FIRSTの話をした時に語ったんですが、BE:FIRSTがデビューした時って INI さんと INI とこう同日デビューだったりとか、いろんなものありました。でもあの時ってまあいろいろなにわ男子とかもいたんですが、なにわ男子さんはちょっとまたジャニーさんは別枠な感じなので、ちょっと別で、あの INI と BE:FIRSTが基本的に目立っていて、他にはボーイズグループいたんですけど、あの基本その BE:FIRSTと INI が目立っていた部分があり、でそこだけ見ていれば結構十分だったので、まあベスティーとしてもね、私たちも結構その辺余裕があったわけ でしかもちょっとまだコロナ禍だったりしたもんで、時間もたくさんあったから、そっちをチェックする時間っていうのもたくさんあったんですね。でも今はもうね、 WHO が緊急事態宣言の解除をね宣言して、でもう仕事とかもレジャーとかも戻ってきていて、であの今回アドさんの話もしたけど、ボーイズグループだけじゃなくていろんなアーティストがいますと。BE:FIRSTのスマイルアゲインに関しても、その1位を取ったのが、あのダウンロードでは1位取りましたが、ストリーミングでビルボードで1位取ったのはボーイズグループ、他のボーイズグループではなく夜遊びさんでしたね。アニソンでもありますが、そういうとこですよ。やっぱアニソンとか、その何でしょうね、そっちの関連だったりとか、まあ、それに連なるいろいろなもの、それから歌い手から上がってきた人たち、アドさんなんか特にその中のね一番最大手だったりするけど、とか含めて強いです、やっぱり。でもともと K-POP が既存のその韓国の歌謡曲とかそういったもののあのところがあって、そこに食い込んでいくっていうのもだいぶ苦労をしましたと。だからそこの部分ともやはりこうね、
あのチャートの部分ではこう切磋琢磨する部分はあるけど、ある程度競争するっていう部分はどうしても出てきてしまうと。競争って言い方が嫌いな人もいるかもしれませんけれども、ちょっとあえて使わせてもらいました。うん、もちろんその競争っては言ったけど、ただあの言ってみれば切磋琢磨して一緒に日本を上げていくっていう、そこの共通の部分はあるので、だからそこの部分はもちろんね、念頭に置いた上での話です。うん、こう前向きな競争と言いますか、そういうことです。でね、その上でやっぱり強いなと思います。リュウグウ城もだいぶ強いし、スターダストとソニーとあと女王蜂のファンの方も含めて、やっぱりリュウグウ城は押すと思います。で、あのグランパンパースもリュウグウ城も押しています。なのでマーゼルのことも押していくけれども、リュウグウ城のことを見ていく形にはなります。はい。で、エンティームも当然ですが、ケイ君がいるのでそっちも見ていきますっていうことになる。じゃあマーゼルに関しては強みっていうと、その元々のね、あの B ファーストのファンダムベスティがいるっていうのはあって、ベスティもおそらくはサポートをする形になる。私もベスティ、一番はベスティなので、サポートのあのパーセンテージとしては絶対にそのマーゼルに一番行くことになる。でもぶっちゃけスマイルアゲインもね、まだまだあのどんどんあの上に上げていかなきゃいけないし、正直だからなるべくヒットを長い間させていきたいので、やっぱりスマイルアゲイン関連のコンテンツとかそっちの方に注力するあの時間っていうのがベスティはどうしてもあるので、そうなってくるとやっぱりミューズの方のあの踏ん張りというのがね、やはりいいんじゃないかなって思ったりするっていう形なので、まあそうですね、ベスティもおそらく協力してくれるし、あとはあの例えばあのベスティであのアブちゃんのね教室見てた方もたくさんいるし、あとエンオーディション見てた人もいるし、っていうか今回のあれか、アドさん以外っていうか、今回のボーイズグループみんなくしくもあれですね、オーディション出身ですね。うん、だから全部のファンってのもいるでしょうね。だそこはまんべんなく見てくれるでしょうけど、まあでもミューズの方は当然マーゼル一押しですからね。まあ自分もやっぱりラン君がデビューして特に嬉しいし、カイリュー君の歌声聞けたのも非常にまた嬉しかったし、まあセイト君とか、あのそれからタクト君とかはね、まあ、なんていうかソータ君とも非常につながりのあるねわけですから。うん、あとは冒頭でも言いましたが、ナオヤ君の花があるし、でリュウキ君のラップはすげえし、ハヤト君のポテンシャルとかもろもろもすごいし、あのエイキ君のあの包容力というのも非常にやばいなと思うし、うん、っていうことでね。はい。なのでまあグランパンパスの個人的なねあの感情ですし、まあ、私は基本はベスティなのでそっちからの感じになりますけど、あの個人的な気持ちとしてあの包み隠さず述べさせていただきました。でもあのコメントも前の動画にもすでにいただいているものありますが、ミューズの方も非常にあの強いというか、その部分を感じているので、そこの部分はもちろん信頼をしております。その上で万全を期すために、やはりあのどんどんあのサポートをしていければと思っておりますね。まあ具体的には、まあ、ビビットの楽曲、まあ、ミッションもそうだけど、それを自分でも聞いたりとか見たり MV 見たりもするし、周りにこう広めていくっていう部分もそうだしですね。だから、まあ、直也くんのビジュアルとかで行くのもいいし、タクトくんのギャップ、まあ、タクトくんのギャップにはまるのはちょっと後の話か。だからそのあれですね、直也くんとラン君がね、まあいろいろあると思うけど、見た目的に一番わかりやすくおって思うのはあの二人だと思うので、その花っていう部分でもね、そこで行ったり、あとはダンスの TikTok が上がってますから、あのラン君とセイト君のやつがあって、でラン君とタクト君のやつがあるし、うん、まあそういうのもありますしね。うん、あ、タクト君とハヤト君のあのね、最年長最年少コンビのも可愛かったですね。あのタクト君ね、最年長だけどめっちゃ可愛いっていうね。うん、まあそういうところもありつつ、ハヤト君ももちろんっていう、でハヤト君やっぱり最年少だけど女感っていうかね、お母さん感あるなっていうのありますけどもね。まあそこはそれで、はい。まあ私もなかなかマーゼル語っても饒舌になりますわね。うん、自分でも今自覚しましたわ。うん、そんな感じですわね。うん、まあでもね、とにかく非常に面白くなってきました。まああのね、別にそのまあ人によってはちょっとなんか煽ってるように聞こえちゃったかもしれませんが、そんなつもりはもっと全然ないので、楽しんでいくっていう部分と、あの個人のペースで自分のペースでっていうところ、無理はせずにやるっていうところはもちろんのことです。はいね、そこはね、あの自分の身を削って、時間やら何やら労力を削ってまで推し活をするなんてことは、スカイハイ社長をはじめ BMSG の人は誰も望んでおりませんから。はい、そういうことですね。まあその上でミューズの方もうね、自分のペースでできる限り、あのマーゼルのみんなへの愛情とリスペクトと感謝をあの捧げていければいいんじゃないかなと思います。はい、ということです。
ザストミンの方もね、ランくん、カイリュウくん推しの方はきっといい感じになれるなと思ってるです。はい、まあ頑張りましょう。はい、では私はいろんな動画を撮っておりますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が手に入りますようにチャンネルの登録お勧めいたします。あ、ニュースをさっき4人分っていうか4グループ分ね、あのマーゼル、エンティーム、アドさん、それが竜宮城、あの 4つのやつ一応ニュースをリンクに貼っておきますんで、それ見てくださいぜひ。はい、はい、それではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。街角の語り部、グランパンパースでした。